北里大学保健衛生専門学院では、命の尊さを感じ、21世紀の少子高齢化社会に地域とともに貢献できる医療人として、臨床工学技士を育てています。臨床工学専攻科は、1年間の学習で臨床工学技士の資格取得を目指す学科です。本学院の卒業生はもちろん、大学の医療生態工学系学部や医療系養成施設の出身者も対象に開設された専攻科です。近年は大学院を修了した学生も入学しています。それまで取得している医療系の資格がある場合はダブル、あるいはトリプルライセンス所有者になります。今日の実習は安全管理学実習という実習ですね。病院で使われているいろんなさまざまな電気医療機器に関する安全点検ですね、日常点検であったりとか機能点検であったりとか、あとは定期的に行う定期点検というものの概要の説明と、あとそれを実際にやってみて学ぶという実習になっております。輸液ポンプの重要性っていうのをまず学生に学んでもらいたいと思っています。病院の中で一番よく使われている機械ですので、これが壊れてしまいますと患者さんに多大な影響、例えば、重大な障害をもたらしてしまったりであったりとか、最悪の場合ですと患者さんが死に至るケースもございます。そういったすごい大事な機械であるということを学んでもらうとことと、あとはその点検がいかに重要かというところですね。日々の点検の中で細かな、故障も見逃さずに直していくということを臨床工学技士がこれからやっていかないといけませんので、そういったところを学生に学んでもらいたいと思っております。工学技士の魅力はですね、医療従事者の中でも医師看護師に次いで患者さんの近いところで治療に携わることができます。患者さんの多くの患者さんと接しながら、患者さんのケアもしながら、機器を使って患者さんが良くなっていく様子を見れるというのは非常にやりがいを感じる仕事だと思います。工学専攻科は1年課程ですので、1年の中で専門的な分野を学ぶとともに資格に向けての国家試験の勉強などもあるので、その両立がちょっと大変というのはあります。臨床検査は生物系なんですけれども、臨床工学の分野は機械の分野について学んでいるので、そういった点では両方広い視野でものが見れるので、両方の分野を活かしていけると思います。現代の医療は高度な医療機器なしでは成り立ちません。医療機器を安全に使用するには医学と工学両方の幅広い知識が必要です。高度な医療機器の操作や保守を行う臨床工学技士の役割は今後さらに重要になるでしょう。北里大学保健衛生専門学院は、専門性の高い医療人の育成を通して、新潟の地において北里の精神を継承・発展させています。